車を手にする憧れが強かった昭和40年代の名車が今港区台場に集まっています。ダイハツ工業の三輪車ミゼットやトヨタ自動車のクラウン、往年の名車が揃っていますが、実はすべてブリキのおもちゃです。前川元年である昭和41年前後の往年の名車32台が昭和の街並みを再現したテーマゾーン台場一丁目商店街に集められました。これらはすべておもちゃコレクターの北原照久さんが収集したものです。憧れだった、初めて買った懐かしいあの車が北原さんの解説付きで楽しめます。このイベントは来月25日日曜日まで開催されています。